2024年10月の衆議院選挙で自民党と公明党が議席を大幅に減らしたことで、日本の政治情勢に大きな変動が予想されています。いくつかの主要な要素を詳しく解説します。 1. 自民党の過半数割れの影響。今回の選挙で自民公明党は過半数を割り、これが政権運営に深刻な影響を及ぼしてきます。これまでの自民公明党での過半数の政権の安定性が揺らぎ、与党内での政策調整がより困難になるでしょう。特に連立政権の再編成や新たな連携パートナーの探求が不可欠になると見られます。自民党の支持基盤である地方や高齢者層からの支持が低下していることもこの結果に影響しています。 2. 公明党の議席減少と影響力の低下。公明党も議席を失ったことで与党内での影響力が減少する可能性があります。自民党との連携における交渉力が弱まることで、政策決定のプロセスにおいて主導権を握るのが難しくなるでしょう。これにより社会保障政策や宗教関連の政策への影響も限定的になることが予想されます。 3. 野党の台頭と政界再編の可能性。野党勢力は選挙戦で議席を増やし、与党を逆転した状況となりました。特に立憲民主党や国民民主党が勢いを増しており、これが政界再編を促進する可能性があります。野党が連携を強めることで与党に対して強い圧力をかけ、政策や立法プロセスにおいて情報を引き出す可能性が高まります。 4. 次期首相選びと内閣改造のシナリオ。選挙結果を受けて次期首相選びが大きな焦点となります。自民党内での権力闘争が激化する可能性があり、現在の首相の指導力が問われる局面となるでしょう。また内閣改造を通じて支持率の回復を図る動きや、党内の派閥調整が進む可能性があります。もちろん野党の首相誕生の可能性もあります。ご政策面での影響。与党が議席を減らしたことで政策実行のスピードや方向性が変わる可能性があります。特に経済政策、社会保障、外交政策においてより協調的なアプローチが求められるかもしれません。また新しい選挙制度の議論が再燃し、小選挙区制や比例代表制の見直しが検討されることも考えられます。今回の選挙結果は単なる議席の増減以上に、日本の政治構造や政策運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。政権運営の困難さが増す中で、政治の安定性と政策の一貫性が今後の鍵となるでしょう。与野党どちらが主導権を握るかで、今までの政策や今後の政策が大きく変わるでしょう。いずれにしてもより良い社会になることを願うばかりです。